ボボフドル火力発電所ボボフドルは、ブルガリア西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。キュステンディル州に属する。コチェリの棒及びリラに近接している。地理的に、バルカン半島のほぼ中心にあり、炭鉱と火力発電所の町として知られている。町は、キュステンディル州では、キュステンディル、ドゥプニツァに次いで3番目の人口規模を持っている。 山岳地帯に位置しており、四方向を、コニャボ山脈に囲まれており、ゴログラフスキリドが、北から東へ走り、火山様の殺し峰が西に位置している。町の南には、ラズメタニツァ平原がストルマ川まで広がっている。町の名前は、豆の谷を意味しており、元の町のあった渓谷が、豆の形であったことによる。 西にも町は広がり、より新しいミニョル地区は1954年以降に開発され、ほとんどは高層住宅である。ボボフドルには1575年にオスマン帝国の調税所ができて誕生した町であるが、かつて古代にはトラキア人が居住しており、後にはブルガリア帝国や東ローマ帝国の一部となった。1830年には、 地理学者のアミブルエが訪れ、地元の石炭の埋蔵について調査した。ブルガリア解放の後ほどなくして1891年に、石炭の掘削が始まった。1967年9月30日に、ボボフドルの村は町に昇格した。ボボフドル火力発電所は、町から1 0トルのゴレモセロに1973年から1975年に、 かけて建造された。共産党支配下では、ボボフドルは、大勢の労働者を受け入れ、経済成長と人口増加を経験した。1980年代、遠くはニカラグアからも労働者が訪れた。地元出身の著名人には、サッカー監督のゲオルギバシレフ、金融大臣のプラメンオレシャルスキーらがいる。地元のサッカークラブ、PFC ミニョルボボフドルは、 ブルガリア2部リーグに属している。ボボフドル基礎自治体には、その中心である、ボボフドルをはじめ、以下の町村が存在している。ありがとうございます。